今日は、東京ビッグサイドの、2015国際ロボット展の取材に来ています。ちょっと会場に入ってました。これは産業用の、ロボットゾーンですね。これ何やってんのかな。これはバルブ挿入というやつだ。この中に一本一本はそうか差し込んでるんですね。自動車の部品か何かですか。どういう部品なんですか。シリンダーヘッドのバルブ挿入。シリンダーヘッド。下から見えるかな。これ細かい作業ですね。反力を検出し、歯車が噛み合っていることを確認してからと思っております。細かい作業やるんだ。早い。ストローク高速光合成。これはどういう会社。これは運ぶな。これを掴んで。あと話してください。
かんないけど後ろに書いてあるんじゃない。来る未来を変えるしかない。